ております。ご視聴いただきありがとうございます。混雑回避の案内人、大和です。今回は京王線、千歳烏山駅の混雑状況をお届けいたします。圧倒的な乗車の数で、駅員さんが押し込むのが当たり前の混雑でした。他にも話題の路線紹介や、混雑回避の方法を解説した動画を投稿していますので、ぜひ合わせてご確認ください。このチャンネルでは通勤ラッシュにフォーカスし、日々変わる混雑状況を皆様にお届けしております。動画から混雑回避できる方法を知っていただき、皆様が快適に通勤通学していただけたら幸いです。それでは本日もよろしくお願いします。今回は特に混雑する後ろ寄りの階段付近を中心に見ていきます。階段付近は人が多すぎて、列があるのかないのか微妙な感じになってます。階段から少し前に進んでも、どのドアも激混み状態です。かなり強く押し込まないとドアに挟まってしまいそうです。1本目の電車から強烈すぎる光景でした。確定電車で一旦心を落ち着かせます。次の優等電車を待つ人が多いですが、それでも確定にしてはかなり混んでます。ドアが開いた段階でこの混雑は、これから乗る人にとっては辛すぎますね。降車に対して乗車が圧倒的に多すぎる。ホームのあちこちで補助員の人がドア対応をしてます。階段から少し離れるだけで降車がかなり減るので、階段すぐ横より地獄です。
階段裏の6号車付近に来ました。もちろん確定なのもありますが、階段裏から後ろに行くほど空いてきます。混雑を避けるにはなるべく階段より後ろから乗車することをお勧めします。階段から続々と人が増えてきて、ホームは一瞬で激混みと化します。千歳烏山駅は利用者の割にはホームが狭く移動も大変です。階段すぐ横でも思ったより降車は少なく、圧倒的な乗車の数で大混雑です。上のヘリに手をかけて強く押し込まないと入らないくらい中は満員です。閉まりきらず補助員の方が押し込んでいます。千歳烏山駅では至る所でこのような光景を見ることができます。この場面から見たら乗車が完了した後の絵かと思う。ここから乗車開始とは京王線の混雑は半端じゃないです。それなりはこの後の各駅停車ご利用ください。申し訳ありません。ドアが閉まります。ここでも無料押し込みサービスが提供されています。他のドアでも対応を行っているため応援がなかなか来ないです。対応が終わってもすぐ別のドア対応がありかなり忙しいです。これでまだ桜上水駅や明大前駅を控えているのが恐ろしいです。明大前駅の混雑も投稿しているのでぜひ合わせてご視聴ください。前よりの9号車付近に来ました。確定なので落ち着いていますが、この辺りもかなり混みそうです。後ろ寄りと比較すると降車が多いのでややゆとりがありそうです。ちなみにゆとりって言葉の意味が千歳烏山に来てからわからなくなりました。やっぱり激混みでした。この付近は後ろよりもホーム幅が広いので乗車の数がさらに多いです。
この光景を何度も見れる場所は近年ではそこまで多くないですね。元山待機でも空いていることはなく、明大前まで早く着くのに乗る人が多いです。再び後ろ寄りの階段付近に戻ってきました。ここもここで人の多さに対して場所が狭いのでカオスと化してます。係の方の腕章が落下してる。今回はすんなり行くかと思ったら直前でしっかり乗車があり挟まっています。京王線はレベルの高い合格点を超える満員電車をオールウェイズ出してくれます。やはり少し後ろに行くだけでも空気が違うというか、まるで別世界です。確定でも優等電車でもなるべく後ろ寄りから乗車しましょう。降車がかなり多く、確定はかなり空いてきました。こちらが本日最後となります。階段裏でもこれだけ混むので、優等電車は9時頃までは激混みですね。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひお願いいたします。以上、ヤマトでした。今後ともよろしく。